演劇派カラーズの新谷由香です。はい、丸田明代です。今回演劇派カラーズが第4回公演を行うことになりました。ミラージュ蝶が舞うで、日時が7月の12日から14日金土日で5公演あります。はい、はい、で場所は大阪市立芸術創造館になります。はい、今回お話の方はどんな感じになっているんでしょうか。はい、ちょっとそうですね、今までの、演劇派カラーズの中にはなかったサスペンス風な、ちょっとピリッとしたテイストのある、うん、ちょっと事件とかも起こったりするような、はい、そんな、はい、ちょっとここはどういうことなんだろうっていう推理っぽいのを楽しんでいただきながらストーリーが進んでいけばいいかなと思います。はい、違う感じ、違う感じ、はい、違う味が味わえるという感じになりますので、はい、ぜひ第4回公演演劇派カラーズの第4回公演ミラージュ蝶が舞う、ぜひぜひお越しください。お待ちしてます。